はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ、兵士政権について見ていきましょう。まずは、一番初めのトップバッターということで、平野正盛ですね。はい、平野正盛さんです。はい、この人がまあ頭角を現した原因というのは何かっていうと、1108年、はい、源義親の乱ですね。はい、源義親の乱で、この源義親を成敗することによって、まあ台頭していくということですね。まあ平平氏政権の要するに礎を築いた人と言ってもいいでしょう。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。